はい、皆さんおはようございます。おはようございます。水瀬美香です。お願いします。はい、新年一発目の、ああ、はい、まあ、番長ですね、昨日ですね、はい、が終わって2回目ですけれども、はい、どうですか。前回の終わりも言ったけど、最近クソ回、実践が内容がクソなんでが続いてるんで、もういい加減にドカンと行きたいなっていうところなんですよ。あ、なるほどなるほど、派手なやつを見せたいと思って、ね、そう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 、はい、もう入場ね、最後尾で、はい、全員入った後に入って5分10分スタート入りました。なんか個体差結構あるっぽいんだよね。とりあえずこことここにしようか。じゃあいける。まあちょっと僕も久しぶりに、楽園さんはそういう若者が多いと聞きましたけど、うんうんうん、宝探しをしてましたね。あー、はい、してましたね。してましたね。そうっすね。いや、なんかいいなと思いました。うん、うん、何を釣ったんでしたっけ。北斗無双です、初代の。初代、うん、あの一番古いやつ。はいはいはい。まあ、爆発力的には現行機でナンバーワン、ツーぐらいですかね。まあまあ、ね、そう言われてみたいですね。まあもう3が出ちゃってるんですけど、うん、まあスペックが違いすぎると思うんで、まあやっぱり初代の方が評判がいいみたいですね、うん、そのスペックがちょっと違いますね。まあ、スペックはしょうがないですね、はい、いや、あるうちに打っとかないと凱旋系ですよ。だからもったいない、今打たないと。ああ、そういうことですね、うん、なるほどなるほど、あるうちに打っとけと。そう。ああ、はいはいはい。ほら、今日はほら目標があったじゃん。奥さんへのクリスマスプレゼントを買うっていうね。もう知らないですからね、奥さん、そんなこと全然。え、だから嬉しいでしょ、後でこれ見たら。まあまあ、いやでも出した金いいじゃん、出した金をなんか先に使う旦那よりも自分のために使ってくれるんだから。そうか、確かにそうです。だから私も自分のクリスマスプレゼント買うために、はいはいはい、そこのティファニー行くために出すんです。はいはい、はい、行きましょう、ティファニーに今日。ティファニーはちょっと考えますけど。はい、わかりました。行けます。はい、はい、じゃあお互いのプレゼント、はい、プレゼントを買うために頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、さあ、というわけで初代、はい、オプトム層一緒に打ちましょう。はい隣でちょっとまだ台で空いてるんで、もしこれやばかったら移動します。ああ、はい、なるほどです。はい、はい、まだ選べるんで、じゃあとっとと打ちますよ、はい、クリスマスプレゼントに向けて。そうですね。 何が目標なんですか。でもなんかティファニーって言ったけど、ティファニー高いから、アーカーの知らんワード出てきたわアーカー、アーカーのなんかちょっと欲しいネックレスが、ちょっと安めのやつがあったんで。なるほど、それ行きたいなと。アーカーのネックレスですね。はい、最近めちゃくちゃパチンコ調子良くて、もうすぐ当たるの、3、1、9は。今日もその調子でお願いしますね。井戸手もすぐ当たるし、無双もすぐ当たる。プライベートでも収録でもすぐ当たる。じゃあ皆さん、一応スペックなんぞおさらいお願いしてもいいですか。そんなのやんの。やりますよ、何言ってんの。ここに乗ってんじゃない。いやいや、ここに乗ってんじゃないですか。大当たり確率 3.19 ですね、皆さんご存知ので。確変中は81分の1で当たるから、結局まず確変にどれくらいで入るんですか。確変は1対1ですよ。手相で当たったら1対1。 50% で、そこからの、発見中の継続率が、私の知識なら 80% なはず。 80% で、まあ、一応 ST が継続すると。なるほど。 ST 中のあたりだから81分の1なんで、 ST が130回転ですかね、あるうちに81分の1を引くと、で継続率に換算すると 80% と。だからそれ1対1をまず乗り越えないとマジで話にならないですからね。1対1ってとこはなかなか辛いですよね。板点よりきついんで。なるほど。一応発展したじゃん、赤文字ですよ。赤文字は、まあ、絶対当たらないと思うけど
絶対当たんないとか言わないでくださいよ。いやもう絶対当たんないとかわかるじゃん、もうさすがに。で僕2回目ぐらいですよ、これ打つの。あ、そう。あれあれ、このリーチ熱いよ、めちゃくちゃ。マジで、まだただ保留変わってないし、なんかあった。いや、まだちょっと見てください、1回ってなんですよ。え、疑似練してた。いや、話してたから覚えてないです。疑似練してなかったよね、多分。してなかった。つけた音はしてなかったと思う。何そのパターン。1回転でしょ。あるよそれ。1回転になったらすごくないですか。でもなんでこのレジ出てくんだろうな、寒そうなのに。あ、真ん中で緑、うん、あ、熱っ。引いて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 。あ、マジで。うわ、あ、でも空のがあるよこれ。結構空の、空のダメだ。あ、まあでも結構やらかした気がする。いや、あのリーチ自体はすごい熱いけど、それまでの展開が広すぎたから当たらないだろうなとは思ったけど。冷やかされたんですね。うん、1回転目に冷やかしたね。これ保留結構期待できるんでしたっけ。どれ。保留はあんまり関係ない。関係あるよ。ある。ただ赤保留が空気だっていうことは覚えておいた方がいい。いや、じゃあ期待できないじゃん。あ、金以上。あ、金以上、うん。赤が空気で金が熱いんだ。ああ、赤はもう当たり前のように5連続とかで外れるから、この間10連続外した人見たから。それだけ聞くとバカっぽいんですけど、なんか赤が空気で金が熱いんですよ。そう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 。じゃあそれは覚えてる。一応10日ボーダーが16点いくつとかなんで、ここ10日ではないけれども。まあでもさ、僕昔から思うんですけど、この分母が多い系のパチンコって、うん、結局引きじゃんって思ったんですけど。いや本当そうなんだよね。なんかね、丸大とか言ってるけど、ほとんど引きで決まるじゃんって。パチンコって1日で回せる回転率が本当に少ないから、本当引きだなって思うよね。ちょっと私移動するわ。え、移動する。僕の右乗らないですか。あ、でそっちも回らなかったらもうどうしようって感じだけど。お、あ、やっぱ熱かった。80秒赤で期待しちゃおうかな。ちょっと初めてちょっと期待しようかなっていうのが出てきましたね。でも保留早く、あのね、ちゃんと変わってくれないと。緑とか終わってますから、まあ、とりあえずこれは多分覚醒ですね。この10、あと残り10 で覚醒に、これが100に行くなるだけなんで。覚醒したとてって話なんで、今の時点では全然熱くないですね。どこに行くか知らないけど、これは覚醒だったでしょ。保留がね、さっき島田が1回転でたリーチってほしいな。あー、ダメだ。赤か、しかも文字も赤くなってないし、クソ寒いですな。回しますよ、もう保留入れ始めます。 100% 当たんない。ほらね、赤保留って空気でしょ。はい、ゲジさん、これまた赤保留とかなんのかな。あ、赤赤ショック赤77。あれ、77止まった時あったっけ。あ、とりあえず100になるからってことなのかな。あー、扉がいつもシルバーですね。さあ皆さん、移動して23回転目いかがなんでしょう。どこ行く。あー、熱い。雑魚軍走りましたよ。しかも赤文字。暑いな、これ。これ暑いよ。赤く。まあでも。当たる赤ですよ、これきっと。真剣。おし、いった。
ここで真剣ゾーン行きました。これ当たりますよ、当たると思っておきましょう。たまにこういうのも外れ出すから。けどさすがにこれは当たらないとダメなやつ。もうこのボタン押しちゃうよ。あ、緑だ、うん。まあ、確変じゃないと、確変の時の二分位置なんで。あ、そっか、これだ、嘘でしょ。そっか、このパターンじゃないんだ、このリーチは。あ、復活復活、うん、さすがに。よし、やべえ、ぶち切れると思ってみた。大丈夫大丈夫、外れたら、外れたからあるの分かってる。パチンコに関してはもう大丈夫、慣れてるから。なるほど、こういうのが外れるとか。これが確変かどうかですよ、問題は。たらば、赤いやつ、赤いキス。これ止まればいいのよ、バカかわいかったな。マジでもったいないというか。あ、もったいないですね。あ、まあ引き戻せる、引き戻せねえから。まあ、とりあえず当たってよかったね。パチンコは一回も当たらないことがあるから、動画で。そうですね、危険ですから。ほら、すぐ当たるでしょ、とりあえず。あ、そうですね、確かに。時で戻す、時が一番強いから、私の中で。赤なら、ならない。戻ー、熱い。一応確変中だったら 50% なんだけど、時短中は分かんない。時短中の方が熱いんだ。分かんない、時短中分かんない。同じかもしれない。あー、すげー熱い。海王無理じゃん、海王無理。あ、でも1点、うるせえな、なんか興奮してるじゃん。好きなんで、北斗無双。いいと思います。久しぶりに興奮してんでしょ、私。うわー、赤堀はずそのきっちりな。時短中何パーなんだろう。あ、奥義は一番熱いやつ出ました。どっちだよ、もうさっき。あ、熱い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 ですね。あれ、一個も減ってない。逆に熱い。これ逆に、逆に。だってあの奥義で、なにこれ、いないいない。いる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 やつ。ほら、これだ。ほうほうほう、嘘でしょ。怖い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 。あ、でも時短中か、しょうがない。赤堀見れただけでいいや。調べた、時短中の赤堀。何パラとった、時短中。あー、全然寒いかも。あー、確変中の方が熱いわね。50とかないね。何パラとか。ポイチ変化。何パラとか。ポイチ変化。47パ。あ、42.7パ。まあまあだ。うん、まあまあある。まあでも外れる確率の方が高いじゃん。レイだったらいけそうじゃない、これ。星4つ。レイだよ、あなた。弱いよ。かっこいいだけ。あ、一撃でここまで。あの大きい赤い文字のやつ。あー、出た。これはあるかも。おーほー、すげー、愛ですわ、やっぱ。すげー、これは戻した。5回転で3位置。いや、すごっ。やった。こっからだ、4万発だよ、目標の。あ、時短中は確定確定とこなんでしたっけ。ですです。あ、なるほど。へそじゃないから当たりが。完璧じゃん。イエーイ。2400発です。すげえな。あ、面白い。ありがとう。そんだけ慌てさらにここから発展しないと思う。あ、赤だ、発展する。当たってしまえ。サウザーか、むずいな、サウザー。
お勝った。こんな簡単に勝つことあるの3回転7でお願いします。7っていうか16ラウンドでお願いします。ここのラウンド振りだけどんな感じなんですか。16ラウンドが、50% ぐらいでしょ。50% ぐらいでしょ。 50% 8ラウンドが 7% ダメ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 変わらなかった。ダメだ。何ラウンド4ラウンドです。まあ、そこの振り分けマッカーそうこっちに偏るとやばいんだよね。そうってことですよね。4ラウンドはきついよ。リーチが来ないぞい。終わるとき一瞬で終わる。あと80。ダメだよ絶対当てるんだから。もう最低1万発は欲しいですね。まだ1時間ぐらいしか経ってないんで、1万発持ってればもうそんな負けはないでしょう。お願いしますテンパってください。もう4ラウンドでもいいから。うわガチで終わるやつじゃんこれ。まあお金使ってないとはいえこれは残念すぎるな。もっと楽しませてよちょっと。最悪こんなに早くに3192回も引いたのに、その後80分の1を1回しか引けなかった。いやもうこの3500個で当てないとですね。これ設置いつまでですか。なんか前聞いてたのと伸びてるじゃん。なんかよくわかんない。あ、21年11月30日まで営業され、あ、延長されました。あ、本当に無双が。あ、本当だ。11月30日までなってんだね。あ、11月30日ですか。2020聞いてたのと全然違う。あ、でもあと 1年弱これ打てんだ。よかった。あ、次の名刺決まりましたね。決まりました。よかった。ゲンさんかと思ってたけどこっちだな。ゲンさん好きよね北斗シリーズ、ね、北斗好き。 PS 関わらず好きですよね。うん、ちょっと移動しようかな。きついな。はい、どうします。いやだな、僕もあるんですけど。いやだから売ってないよ話はできん、近くにいるからプライベート話できんじゃ別に、これ聞いてんだから。その後ろとかにいれば別に話はできます。いや、それはやめちゃダメだよ。やめちゃダメって、うん、20超えてんの、まあ、金入れたから正直その分の返してほしいなって若干思ってますけど。じゃあ初当たりまでは売るって言ってた。初当たりかよ。というかずっと回ってたらずっと打ちつきりなよ。もったいないから。いやいやいや、遊びに来たわけじゃないんですよ。遊びじゃないじゃん、本気じゃん。丸太打ってんだから。まあそうですね。遊びに来た人だよ、適当にマネだよってあだこだ言ってる人。そっか、赤文字じゃん。はい、あるかも。あ、発展した。どこ落ちましたね。どこに行くか。そうか、そこに行くのか。全然それ発展したことないもんな。あ、キリン、キリン出てたよ。キリン出てました。出た出た。さあ、253回転当たった。おー、やりました。キリンを見逃したよ、一番大事なところ。どこで出てました。背景
あのザギのカットイン出たじゃん顔、はいはい、この背景がキリンだったザギさんです。これで確変あったら完璧ですよ。そうですね、問題はそこですね。奥さんへのプレゼント買いましょう、はい、一緒に選びに行きますよ。たまには買いそうね。はい、ストップ、お願いします。ストップストップストップステイステイ、おい僕より誕生日入れてくれてますね。そうか、これ多い、まあ、1対1だからね、しょうがない。6、4とかでこっち寄ったら部活けど、しょうがないよね。確かに1対1、でも引き戻しもありますから。3回転かな。とりあえず投資が止まりました。はい、はい、ふと思ったんですけど、僕が嫁のプレゼント買えるかどうかって視聴者に多分絶対興味ないと思う。ないですよ。いや、初めての試みじゃんから、いいんじゃない。だってさ、なんか下ネタとか掘り出していこうと思うとさ、奥さんが見てるからってさ、守るんだもん。あんって YouTube で使えんの？まあ大丈夫なんじゃないですか。なんかパステレの時ダメって言われたもん。だってあんって単語自体はね、あ、そもそもあの花に出てきてたしね。あの花の女の子のさ、あだ名だったじゃん。え、あ、そうなんですか。そうだよね。あ、X 秒あ、明日の話したら X 部出ちゃったよ、これ。もう一個が何秒だろうな、次の X 秒が黄色だ、短い、熱か、やっぱ熱か、大体熱いでおるな。寒そうだね、これは。赤保留だし、タイトル赤じゃないし、寒いリーチだし、諦めた方がいいやつですね、これは。あ、音なんなかったけど、キリンですよ。ああ、キリン出ました。本当だ、外れてるってことか。でも 50% だかな。でしかも当たって確変じゃなきゃいけないからね、音鳴るときは。いや、キリン外すんかい。あ、当たった。お当たったじゃないですか。外れると思ってたら、まさかあそこでキリンが出ると思わなかった、はいはい、へえ、こんなんで当たんだ、この程度で当たる。ただロック、ロックが揃ってますからね。いやいや、お願いしま す, あげます。初当たりからいきましょう。だってあの2発目の確変は自力じゃないもん、確変が。ここは絶対に1対1なんだったら頼むよ。当たらなそうなリーチの方が。277ゲームで当たりました。これは止まるんだよ。おかしいよ絶対。こんなはずないよ。くそー、核兵器欲しがっちゃよ。エンブレム完成で、あ、これよし。おいたってこれ、ね、だっていつもあれ出ないもんね。あ、外れるの。今の出なかったよね、さっき当たった時。出なかった。私このパターンほぼ見たことないわ。赤文字なれ。おいしおいしおいし。あ、赤文字ですね。さあ、100%。あー、熱い熱い熱いよ、熱いよ。これでキリンが出るんだよ。わ、激アツ。あ、キリンですね。押してこ、押してこ。これはもらったでしょう。これは当たりますよ。これは当たりますよ、ね、当たります当たります。あ、当たった、見てなかった、当たった。私も当たった。ちょっとカメラのこと考えてくださいよ。だって両方ともしょうがないじゃん、こっちも当たったから。止め打ちしててくださいよ。いや、止め打ちって確変中だもん。あ、そっかそっか。さあ、いただきました。137回転セブンセブンセブン18回転で当たりました、私は。はい、3、2、1、よー、やだやだやった。うるさいな。あ、レインボーの7があったんです、ここに、珍しく。 あ、 ありましたね、16ラウンドね。ストップステイステイ、お願いします。あー、またかよ。私と同じパターンで、こっからなんかボスボタン押し合わせ出て、プレゼント買わせてくれないな。赤来た、
派遣中の赤は確か 50% で合ってると思うんだけど、はいはいはい、お願いします。派遣中の赤方面ね、じゃあサウザなんでそんな強し出てきたのサウザ赤保留はちょっと外さないと思って派遣中をやめて、よし7でお願いします。あ、2ピーってこの、あー出ない、ダメだ、あー出た4ラウンド、嫌な流れ来たぞ、嫌な流れ、さっきと同じやつ、おーやった海王に勝った、ありがとう、7ね、7だよ、もうやめて4ラウンドは。なんで変わんねえんだよ、ひどいなぁ、4ラウンド、うーわ4ラウンドだマジで、早いですね、ダメ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 だって、もうちょっと偏りすぎてない、なんで確率高い方に偏んないんだろうなパチンコって、偏る時もあるでしょ、まあ、それがたまになんだよな。ゲンさんも初当たりめっちゃ低くて、だいたいあっちのあの確変じゃない4割の方引いちゃうんだよね、私赤、おー当たって、当たって、あー落ちですね、落ち、ハルコに勝ちます、あ、返そう、出ました、これで1万発ですね、やっと、ああいいですね、1万発の生き方も、あ、金、お金だよ、あなた自分の、本当ですね、ミドル保留でダメだろうなと思ったけど、最後にキリンが出るか、あ、熱い、あ出た、兄弟の4人のやつね、ああこれは当たってほしい、これ最後キリン出て当たってほしい、ね、あ違う最後これか、引くやつだ、引くやつ、うん、緑か、最後、ああ解消、あマジか、ちょっとなんか金扉以外、ああダメか、送られたのか、それ2回も外してるのね、ちょっとそのリーチの期待度がっつり見てみよう、はい、皆さん僕この台嫌いですね、大丈夫だって大丈夫だって、あマジで当たろう、お無双ゾーン行ったけど、これがっつり外れんだな、いつも私、嘘でしょっていう、テンパイもしないって、うん、ひどいね、ちょっと嫌な予感しますね、やばい、大丈夫ですか、いや、やばいよ、もっとバットのやる気出してあげた方がいいんじゃないですか、大丈夫ですか、もうきついね、もう終わるよ、あなたのバットとか声かけた方がいいんじゃないですか、勝ったらあなたのひどいねそれはそれはひどいね、バットのバットって誰でもいいから戦ってくれ、よしとりあえず戦ってくれ、勝ってよ、もうここは4ラウンドでもいい、ここはいい、海王かよ、そうだよな、この顔の傷は海王だよ、当たれ、頑張れバット、勝ったら皆さんがバットのバットをバットしてくれるぞいやそこまでいくないとダメダメ、いくらでかかんじゃないって言っても、ダメだなこのバット、疲れちゃったのかな、もう8連目だったから、
お、これ 50% あるから。いったーよっしゃあ、危なかった。よかったギリギリのとこで行けました。残り10回転ぐらいしかなかった。あーよかった。4ラウンドです。はい、勝ちました。やっぱりほら、やっぱ〇だな。それは言ったらね。うわーなんでだよ。あ、違う、16やったー、よかったと見せかけてのパターンでした。やっと引けた。来た、よーし、あざす。簡単っすね。そうでしょ、パチンコ一緒、やっぱ簡単ですね。無双最高、無双最高。こんなイケメンに囲まれてたら毎日幸せだな。イケメン筋肉に囲まれてんだよ、だって。すげえな、羨ましい。どっからがあの ブサになるんですか、このキャラクターで言ったら。ジャギ、ああそこまで。あ、ラオウもイケメンに入るんですね。いい、うん、はあはあはあ、こんな眉間にシワやってんのに、うん、強そうじゃん。ラオウが一番巨根だよ、あれ絶対。そうかもしれないけど、ラオウが一番マグロな気がしますけど。ウヌの力はその程度か。その程度か。くだらねえな。お、金だ、金ホール来た。頼むぜ、マジで。頑張ってほしいね。2万円ちょうど溶けましたね。 75% か 70% ぐらい確か金掘りはあるはずなんで、その時点で30回転。嘘でしょ。あー、これで発展するんだ、さすがに。さあこっからのちょっと弱いぞ、ここまで。いや当たるんじゃない。お願いします。あーよかったー。さあ逆に珍しいよね、そこで金。ここで当たり引けてるね、2人とも。今ちゃん投げてるもんじゃないですよ。あの3回目の掃除機、お願いします。さすがに 50% やで、 50% やで。ええやろ、ええやろ、もう揃ったええやろ。おい、そうでしょ、怖いわ 50% あと一発16ラウンドくれればもういいから、本当に。お、頼むよジャギー、リンとかリン。あ、女だ、女だ。これは熱いよ。当たりそうですね、あのいたずら坊主が。これでも仕留められなかったら抜けますよ、多分。僕の予想。私が抜いてやるよ。いやいや、そういう、もうやめて。抜かなくてよかった。抜かなくてよかった。抜かなくて。笑顔で抜かなくてよかったじゃないですよ。頼むよ、もうなんで？マセブなんの？マジですごいっすね。まだ2万発いけない。うん、ね。すげえな。うっそー、表記はギリギリいくんですよ、こっちは。あ、2万発ゲットって出てきたけど、まだいってませんよ。こんなに連チャンしたのに。あー、やばいですね、いよいよ終わりました。2万ですって、リザルト2万ですよ。2万、表記はね、2万です。めっちゃ目が怖い。中途半端で割り上がった。まあこれで私の負けはないでしょう。負けはないでしょう。負けはないでしょう。
はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。惜しかったね。まあ、すごかったですね、16連。いやね、2万5000発が出ておかしくない。まあまあ、そうなんですね。うん、あれだったけど、だって9-5だよ4ラウンド9。あー、はいはいはい、比率がね。いやまあ、レンツは増したのよ。まあまあ、もう一回当てましょう。あ、そうですね、はい、はい。今、総投資いくらしたっけ。8500円ですね。8500円。で、持ち玉が1万9307玉ですね。はい、はい、じゃあ、ちょっと後半ね、もっと伸ばしていただいて。後半はね、あなたも確認引かないとね。いや、本当ですよ。ハザー対3回で全部通道でしょ。これ、僕思ったんですけど、これで僕引けなかったら、じゃあプレゼント買わないのかいっていうね。買わないでしょ、だって負けてんだもん。ひでえやつですね。だって勝ってプレゼントしましょうって言ってんだから、しょうがない。あ、そうかそうか、もうそうですね。そうだよ、もう勝ったやつでってこと。もう我々のもうこれは宿命ですね。はい、はい、そこでもう溶かしたらもうプレゼントなし。お前はそういうやつの奥さんになったんだってことですね。ということでよろしくお願いします。はい、わかりました。はい、じゃあちょっと後半頑張っていきましょう。はい、後半もういっぱい出しましょう。はい、はい、じゃあお楽しみに。はい、さようなら。